てるらしいですが、ちょうどその凱旋門賞を戦って、まあ、なんと言いましてもこれがね、好可愛いや。素敵。什么东西啊？这些。この日もないのが3連覇なるかというところなんですが、金馬2頭が上位されながらの3層ではいよいよ進まれていただきます。これね、何の味もしませんか。このファンファーレがいいでしょ。ワクワクするよね、これね。すごい。ジャパンオータムインターナショナル凡人賞第34回ジャパンカップ G1 国際招待競争です。芝コース 2400m、 出走は18頭です。ジャスパンはアイロンクのジェンディドンがエキパネイヤーヒットがターゲットハートスターアップイスラバーズエムワンドライイスラドルーカワンガンドローンに総選上段カマドバストレイリサイファーサトノシュレン、スピルバーグ、エノーメのアンコイルド、トレーニングレザーの18頭。東京競馬場芝コースのスタンド前のアピール。今、ヒットザターゲット、収まります。そしてジャスターウェイ、世界ランク1位の馬。うわ、世界ランク1位、ジャスターウェイ。そして、7番、アップルイズザバーズ。そして、3年前のジェンティドンが今ゲートの中へスラボニーが収まりました。サツキショーマン、そしてエキファネイヤ、レムランドリー、今大花賞がハープスターゲートに収まります。ナービーは10番ワンランドオンリー収まって、最後は18番ロイヤルブルーのトレーニングレザー18号ゲートの中、スタートしました。ほぼ揃いました。3番ジェンティルドンが好スタートです。さあ行きました。14番サトノシュレン、赤木プレゼンドのベリードミマシンです。追っていく12番アマドベストプレイ、外からはアンコイルド、後ろの4番ジェンティルドンが3番です。16番3番前につけました。3番ジェンティルドンの名前は4番で両線上段が行くで、スコーマーとトレーニングレザーです。ハープスターは後ろから6番のところ、さあ第1コーナーを各馬カーブしていきます。先頭は14番サトノシュレン、リードがありましたアマドベストプレイが2番で、内3番と4番エキバネイヤー2コーナーをカーブ、一馬審査アンコイルドが4番で第2コーナーをカーブしていきます。あとは当選上段外18番トレーニングレザー、内側3番のジェンティドンナ、ジェンティドンナ中立前で向こう上面、あとは2馬審査後ろに9番イスラボニータがいて、さらにはジャストウェイです、リサイファーがいて、さらには追走していく10番のワンランドオンリー、中段の後ろ、そして1、2番アイバンスコが追走して先頭が追いついた。ハーフスターが中段の後ろです。その外に16番ベノーベの前で、あとは4番審査後方からヒットのターゲットスピンバーグ、そして7番のアップルイッツアバーズ後方から2投目、最後方は8番のデニムアンドルビーです。さあ各馬第3コーナーをこれから向かいます。逃げる14番佐藤志弁、第3コーナーカーブリードが1馬身、2番手に10番カモンベストプレイで残り 1000m 地点で佐藤志弁、佐藤1馬審査8番手で4番エキバネイヤで3、4コーナー中間で、そして1番17番アンコイル3、4コーナー中間です。3番審査11番のロコス上段通過しまして、各馬第3コーナーへ、さらには3番のジェンティドンナ、ジェンティドンナ、7番6番のところ Ryan, no! Come on! Okay, okay.
一号来了，一号来了，啊，一号来了，啊，来不及，差点给你买。哇，输米奥呢？4番。一。4番。4番。哦，赢了。哦，4番也买了。没有啊。没有啊。哇，放到咁鬼样啊！4着。Spielberg 3着。一号是 Spielberg。嗯？一号是 Spielberg。啊。49号给。いつですか？もうすぐですよ。もうすぐ。うん。ゆっくりしてね。はい。よかった。無事だ無事だ。はい。全然大丈夫。大丈夫ですよ全然。よかったね。座って座って、あ、あかんか。あかんか。安全にして。はい。はい。哇，前快後快，好嘢！哇，你看看很多人啊！